ザプレシチは、クロアチア、ザグレブ郡にある都市である。人口は、支部で25,875におり、周辺の7つの自治体を含めた、都市圏人口は5万千人である。ザブレシチは、クロアチアでは3番目に、人口密度が高い自治体で、首都ザグレブの北西部にあり、スロベニアとの国境の近くに位置する。サバ川北川の平原の中心に位置 メドベディナ山の東側とマリアゴリザ丘陵の西側の境となっている。最初にザプレシチに居住地が作られたのは新石器時代のことで、ローマ時代にはいくつかのローマ街道がこの地域にも築かれている。最初に現代のザプレシチの街が言及されたのは1334年からである。市政が施行されたのは1995年からである。 ザプレシチの姿勢は、市長をはじめ、7人のメンバーにより運営され、市議会は19人の議員により運営されている。現在の市議会の最多勢力は、クロアチア民主同盟であり市長は、ゲルコタークである。ザプレシチは独自の消防局を有しているが、警察は、ザグレブ市の管轄下に入っている。また、水道の水は高品質である。 幹線道路や鉄道等が通っていることから、交通インフラに恵まれ、第三次産業など、サービス業の発達により人口は増加している。ザプレシチに最初に居住地が形成されたのは、新石器時代のことで、証拠は、ブルドヴィツで発見された石符やマリアゴリツで、発見された同期時代の斧に見られる。ハルシュタット文化の後もすべてクリジュに見られる。 ローマ期の後もこの地域には見られ、シスツやネビオディムエモナ街道が、サバ川に続き、サガンのザプレシチの現代の市街地の近くを、経由していた。ローマ期後の最初の1000年間、記録が途絶えていたが11世紀後半に再び、ザプレシチは知られるようになる。1 9 9 4年ザグレブ教区が形成され、ハンガリー王、ラースロー一世の顧問の一人であった、アチャは、 メドベニツァさんの東西に土地が与えられ、新たに形成された教区を守った。ザブレシチは、スセドグラード・ストビツァ荘園の一部となった。当時のハンガリー王国下のザグレブ軍の中では2番目に大きな封建領地であった。1334年、教区教会であるセーペーター教会が設立されると、居住地しての今日まで続く、現代のザブレシチの町の歴史が始まっている。 町は、交易や交通の重要な場所として、急速に開発が進んでいった。後年、クロアチア発の鉄道が敷かれた時もここ、ザプレシチを通っていることは交通ルートでザプレシチが重要であることを表している。15世紀から16世紀、クロアチア中央部のリカ地方から多くの難民がオスマン帝国の支配から逃れてきている。難民らは、 ウルドベツ・フランシスコ海士と呼ばれておりスセドグラードの領主によってマリア・ゴリツァに修道院が建てられた。難民らによりリカ地方の家方言がもたらされ、長い間にわたってザプレシチの小規模な共同体では保たれていた。ザプレシチは歴史的に永方言や海方言の地域である。1573年19世紀のクロアチアの歴史家。 イヴァンククリエビッチ作新キによれば、古作農のマティアグ別によって引き起こされた、オザクミノリの反乱が起こっている。反乱の2年後、スセドグラード・ストゥビツァ荘園の大部分は身分の低い貴族たちの領地に分散され始めた。第一次世界大戦後、ムディストリア・メスニー・プロザーボダによって、クロアチアでは最も古い畜産業が成立している。 基礎自治体としてのザプレシチは1952年に成立している。ザプレシチは後のザグレブ市となるザグレブコタールの一部の自治体として運営されていた。1995年11月30日に市政が施行された。ザプレシチはクロアチアの首都であるザグレブの都市圏に含まれている。ザグレブからは北西1 8トル離れた場所に あり、アリサバ川とクラパニア川の合流地点に近い。西側は小規模な川であるルジュニーザ川が市の範囲となっている。ザプレシチ都市圏は、ブルドベツ、ビストラ、ドゥブラビツァ、ヤコブリエ、ルカ、マリア・ゴリツァ、プシツァの7つの周辺の自治体により構成されている。ザプレシチ都市圏は、ザクレブ軍の北西部を形成し、南側は、サバ川が境界となっており東側は、 ザグレブとメドベニツァさんが西側はストラ川とスロベニアの国境と境を接する。ザプレシチ市街の人口密度は925人平方キロメートルで、ザグレブ軍の自治体の中では一番人口密度が高い。ザグレブの警察当局の2006年の概算によれば、ザプレシチ地区には2733人が居住しているとされ、 超全体の人口は26,741人とされている。2001年現在の都市圏の人口は51,040人であった。また、2001年の国勢調査によれば91%の住民はクロアチア人とされ、98.2%はクロアチア語母語としており、生比は十一点六九であり、平均年齢は36.8歳とザグレブでは、 若者が多い街の一つである。恵まれた地理的な条件や経済発展から高い人口増加率となっている。ザグレブや他のクロアチアの都市の多くが金融危機に見舞われている中、ザプレシチは債務がなく、年間の予算も20から30%増加している。産業面では、第三次産業がほとんどを占め、観光業や土産物に関連したもの、金融業などがある。 第二次産業では現在、セラミック工業や金属関連工業、化学工業がある。第一次産業の農業では、縮小が続いている。現在、3040ヘクタールの工作的地があるが、経済の変化により都市計画の進展による、ザグレブ郊外の急速な拡張によって2015年には930ヘクタールに減少するとされる。将来的にザプレシチの経済は、 中小規模のビジネスや観光業、食品関連の産業が拡大すると見られている。ザプレシチの所得税は12%で、2008年の予算は1億9800万クーナであった。230万人のザグレブ都市圏を証券とする A2 ハイウェイ近くにあるショッピング式ザグレブは多くの雇用機会をもたらした。10万平方メートル広さを有し、2007年に 着工され2009年10月に開業している。ザプレシチは、ザグレブ軍及びザグレブの交通の要衝で、ザグレブ軍の北西部の玄関口として知られている。ザグレブバイパスと A2 ハイウェイが東側を通っており、クローバー型インターチェンジがある。国道255号線はザプレシチの重要な幹線道路で、この道路は、西側は、ブルド別、マリアゴリツァ、スロベニア、 東側はザグレブ、ヤブラノベツ、ストビサへ向かうパバウロンチャー、マーシャル地頭通りとなっている。交通量の増加によって、バイパスの建設も計画されている。公共交通機関では、鉄道やバスにより他の地域と結ばれている。鉄道の要衝でそれぞれ西のスロベニア方面や、北側のザボク、クムロベツ、東側のザグレブ中央駅と結ばれている。 クロアチア鉄道による国内列車だけでなくザグレブ都市圏の近郊電車も運行されている。市内の路線バスはザグレブ電気トラム車とメシトレビッチプリーイエーボスにより運行されている。Z による路線バスは172番のバスによってチェルノメツからザグレブまで8から15分間隔で日中夜間は異なった間隔で走っている。 176番と177番のバスはザプレシチの郊外であるビストラとを結んでいる。メシトレビーチプリーイエーボスはザプレシチ都市県内のバスで周辺の自治体とを結んでいる。ザプレシチはサバ側に沿っているがサモボールとを結ぶ橋はなく迂回していかなければいけない。ありがとうございます。